はい、皆さんこんにちは、ゲームズラックス。はい、皆さんこんにちは、ゲームズラックスです。はい、ということで、はい、リネージュ2レボリューション、はい、リネレボ来ましたね。でも公式さんの動画に一回出させていただいて、そうですね、僕ら事前に触ることができてたんですけど、はい、本稼働がやっと正式にね、うん、一般の方でリリースされて、うんうん、もう初日ちょっと忙しくできなかったんですけど、もう3日目か今2日目だったんで、はい、なんで2日経ったところで、うん、まあ、ある程度そんなガチでは今進めてないんですけど、うん、ちょっと進めれたんで、うん、ガチャをねちょっと来ました。でもね、もうだいぶ突っ込んでるんで、あ、もうすでにこの何に、まあ、でも結構いってる、そうだよね、しかも未だかつてないスピードでいってるあ、そんな未だかつてない、まあ、でもこれ俺もともとなんかキモいぐらいやるって決めてたんで、言ってたしね、まだやるつもりなんですけど、うん、まあ、今回そのどのぐらいねガチャがやばいかっていうのをちょっとね、うん、お知らせしたくて、まあ、やばいっていうか引きが強い人はもうガンガン引いてるんだけど、まあでもあの時ね、うん、村井さんとかでやった時はあんま出なかったからな、まあ、出なかったみたいな、 UR は特に。でもその分ね、他の部分にね面白さがある。あ、でも言っても一番上が出ないだけで、下からどんどんレベルを上げていけるんで、はい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 、はい、だから、まあ、出なくても対策はできるんですけどね、だからなんかありますね、課金をするとスピードが速くなるだけ。あ、なるほどね。そうだから最終的に行き着く先はスピードの差以外、そこまで大きくはないかな、うん、まああるっちゃあるけど、なんでそういう結構ね、やっぱね、もうちょっとね面白いっすよ本当に。マジで。マジもちょっとねやり始めました。うん。クソ面白い。うん、やばい本当。他手つかないレベルに面白い。で、赤いダイヤの方ちょっと取っておきたいんで、うん、青ダイヤの方で、うん、40、赤で10だから50ぐらいできるのかな、うん、ぐらいいこうかなと思ってます。じゃあもう背景狙い。背景狙いですね。背景のもう剣あるんですよね、うん、でコテとグリーブっていうのはスリーブグリーブもあるんで、うん、鎧かな、鎧、うん、鎧かぶとの UR 狙い、鎧かぶとの UR 背景か、はい、いきます。すげえ、はい、でこのガチャすごいところに、うん、このクリスタルでもう最初に全部決まるんですよ。ちなみにこれ先に言っとくはずですあ、紫だよね。紫オレンジか、はい、紫が SR 以上で、オレンジが UR ってやつけど、あ、じゃあもう結局これ上がることないんだ、ここから。ナイスナイスね、終わりですはい、いきます。このこれ連打するゲーム、やばいじゃん。じゃあスキップして全て開くしてそれをひたすらやるゲームだから15秒ぐらいで1万とかする、本当にやばいゲームだから。でもまあ普通にやってれば、はい、出ました。一応もう一式装備があるじゃないですか、うんうん、これをだから極論言えば全部 UR まで育てれば変わらないです、はいはいはい、けど最初から引いてれば、まあ育てる手間、うん、手間がね省けますよと、うん、育てても省けますよと。ブーツ、やべえ、ちょっと演出出してよ。じゃあ演出からじゃんね相変わらずやばい、演出からじゃん、ね、相変わらずやばいな、スノーカーだったから、うん、こんな感じですよ。やばくないですかこれ。だでもここそうね、もうそれ言われたら、それ言われたらあれなんだよね、リトライでいいの、はい、でこの購入で多分抽選してるんでお願いします、はい、こんなんすよ俺だってもうガルパより開き直ってますからね、うん、めちゃいなし、あ、背景なし、もう一回いけんのかな、タイヤ不足なんで早っ、はい、こんな感じでサクッと吹っ飛ばされますもう1000個しかない、1000個しかない、あと200個あればまだいけるから、この後ちょっと買ってこようかな、一瞬、はい、じゃあ次赤ダイヤの方、もう赤ダイヤもいっちゃおうか、いこうこれ大切なんだよね、これ大切なんですよ意外とオレンジおいつや、もうおいつや、わかんないよとかもう言えないからね、これだと。だから俺さ、すごいガチャ動画わかんない、ここから消化があるのか知らない、俺はない、今のところ1回も、いや、じゃあないよ、うん、ないと思うんですよね。あっ、え、あ、え、背景やん、やったんじゃないの、これやったかもしれない、わかんない、やったんじゃないの、俺、防具の方知らないんですよ、出たじゃん、でもさらっと、あれこれさっきとかも結構見逃してたりしたのかな、出てました、見てました、多分なかったはず、
これあれこれいいよね多分。いいよくないのかな。大塚さんに聞かないと。大塚さんに聞かないと。うん、え？直撃？何？背景。これ読み込み入ってたんじゃない？完全にだって今さ、新しいやつじゃん。おい、おい。いやでも今のケースがあるってことはでも そこで楽しんでこう。おいおい。そこで。おいおい。おい、おい。おい。は？一体何だったの？なんか武器の種類を揃えるとかの功績が解放されたのかな。やばくないですか？オールブルースやがってこれ。でもなんか他の方もね、なんかツイッターでいくら突っ込んでみたなんじゃないみたいなのも同じよく聞いてますから。まあないでしょうね。まあないでしょう。ここはい、やべえな、結構静かなガチャだなこれ。終わりました。早っ。一瞬チャージしていいですか。あの200個、あ、一瞬じゃ200個プラスしていいですか、ね、動画的にはまだ時間あるんで。はい、ということで、ちょっと無理だったみたい。無理だった僕の財産が限界を迎えたようだったんで裏のいやー、はい、なんでちょっと静かなガチャな。すごくないですか、ああいう走ってる人も。誰よ、誰、追いかけた方がいいんじゃない。全部プレイヤーっすよ。いやこれはすごいよね本当に。これもプレイヤーだって。チャットできるんでしょ。チャットできますね。なんでここだってこれだって全部これなんかマップごとに急になんか定期的に湧くボスみたいなのがあったりして、うん、そっからレアアイテムとか落ちたりとか。さっきも出てたもんね、さっきもね。唐突に唐突に唐突に。いやマジでね、これ本当面白いっす本当に面白い。これすごいわマジ。本当にこれすごいわマジで。やべえ、かつてないほど褒めてる。いや本当にもう感動してる。でもねこれね遊び方分かってないやつはあれなんですよ、つまんないってなるんですよ。あ、まあ、向いてカンストまでチュートリアルなんで向いてない人は、うん、なかなかね。あの MMO ってこれ好き嫌いって多分出ると思うんで、僕くらいテンション上がるかよく分かんねえって人どっちかなと思う、うん、あと知ってる人が同じサーバーにいなかったりするとつまんない。あ、うん、まあ、それこそ本当ねやっぱ仲間説明ってことだよね。僕ゲームイズの人とかと結構やったりしてるんですけど、うん、ポンちゃんとか。てか、あと大塚さんがね、これガチってんすよ、マジで。大塚さんと俺で今ね、結構いろいろガチってますね。ガチってやってます。大塚さんネットマーブル大好きだから。大好きっすね。いや、あの人やばい。あの人ほんとやばい。マジ、ほんとにやばいの今、大塚さん。バケモンっすね、あの人。多分ね、このデータ、俺のデータ見ただけで、うん、ハイ課金落つっていう人いるじゃん、絶対。うん、でも、大塚さんはハイ課金とかじゃなく、普通にやばい。俺今札束に殴るゲームしてるんですけどまだいやマジでいつ寝てんだろう。そう、寝てないと思うんだよね。いつ寝てんだろうな。俺も寝てないから寝てないんだけどね。この前ね君も大概寝てないけどね、うん、おかしいんだよな。多分オートとかを普通に自分でやったりしてんだろうね、効率重視で。ってな感じで僕は今頑張ってます、はい、なんでもしね、まあ、これはでも、まあ、ゲージこれからやってくってし、あとねリアルイベント参加した人とちょっと連絡取りたいんですよね。ああ、はい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 、お世話になりました。もしね、はい、お世話になった方いたら。確かに、まあやってるだろうね、まだね、うん、ぜひフレンドにでもね、うん、今やってるでしょイベ参加するぐらい。それはね、はい、確かに僕もやってるんで、まあ、コメントなんで、はい、僕これ出ましたとか、うん、すぐ出ましたとかね、面白いとかあれば、うん、ぜひよろしくお願いします。まあでも決め作りましたって人はね、で面白いと思いますよ。セント力よろしくお願いします、うん、お願いします。あ、ツイッターもやってますしね、はい、SNS もやってます。でサブチャンネルもやってますんで、はい、ぜひ登録よろしくお願いします。で今回もゲームズ RPG の方からお送りしました。ナルプルでした。チルでしょ。お願いします。ありがとうございました。